像に潜む鬼。こちらです。来ました。この寺を奴らからお守りください。クロードは僧侶の後に続く。本尊がありません。まだ近くにあるはず。盗まれた仏具は多数あれど、本尊はどこにも見つからない。民のためにも。鬼の旧兵がクロードは寺の外へと歩みを進める。Oh!
身を潜めろ。本尊の他にも蒙古がたどる道を記した地図を荷車から見つけた。クロードは地図に記された一つ目の地に到着し、攻めの手を練る。来ました。奴らです。
もうこの隊の残党が近づいてきている。怒りに満ちた声でうなりながら鬼の犬がクロードの方へ近づいていた。クロードは地図に記された最後の地、ウムギの沼地にたどり着いた。私では力不足じゃ。ご分。クロードは近くに怪しい力を感じた。そこにあったのはたくましき鬼の姿。鬼との戦いが始まる。蒙古兵が盗んできた仏像と仏具、そしてイオの税を守ろうと必死だ。
な。
しれない。最後の敵が倒れ、伊予の企みはついえた。仏像と仏具は寺に返され、二度と盗まれぬよう見張りがついたという。だがある者は言う、鬼は決して滅びたわけではなく、再び人の世に現れる機会を息を潜めて狙っていると。